牧岡町は、かつて、山梨県東山梨郡に存在した町。2005年3月22日、隣接する山梨市、三富村と新設合併し、新市政による山梨市となった。旧、町域は現在、山梨市牧岡町となっている。町域の井戸川遺跡からは、旧石器時代終末期の石格が出土しているほか、縄文時代早期の奥と与原遺跡。 縄文前期の極殿遺跡、縄文中期の堀の内遺跡などが分布している。弥生時代には、菅川道場遺跡で、弥生中期の土器が出土しているほか、古墳時代の遺物も確認される。古代の律令聖火では、山梨軍にあたる。中世には、甲斐、源氏の一族、安田義貞が、牧草へ進出し、琴川右岸の丘陵地にあたる仲間記号はその、中核地域に位置する。 室町時代には、海、源氏、武田氏の一族が倉科により、倉科氏を称した。室町時代後期には、干渉6年に海氏五代として、武田屋中で建政を誇った後部氏が、ユーカリ騒がす戦で、海氏後、武田信政に敗北し、西他の織田の城で滅亡する。天正10年3月の武田滅亡後、倉科氏は貝、海、 信濃の武田医療をめぐる天正神護の乱において、相模国なし李北条氏に属して滅亡した。また、武蔵国へ通じる秩父王官の狩坂口防備を務めた武田家臣、大村氏は、白古下の清出城により、天正神護の乱における活動が見られる。近世の旧筋二両では、山梨軍万力筋にあたり、十二家村が成立した。 当初は幕府直轄領で後に甲府藩領となり、宝永7年には、久保平、上古寺、早草の三家村が、甲府神殿藩領となる。享保9年には海一国の幕領下に伴い、全村が幕領に編入され、伊沢大官支配となる。延京3年には、久保平、上古寺の二村が、古三郷、田安家領となる。江戸時代には琴川、 井戸川沿いに電磁が分布しているが、畑作への依存が強く、穴関、八幡関など、溶水関が改作された。また、大久保山や中牧山など山の制御も盛んで、溶液を巡り山論も発生した。また、勝沼塾や栗原塾、鶴瀬塾、細かい塾へのスケコも課せられていた。近代には、溶酸が普及し、戦後には、果樹栽培に転換する。 一般国道道の駅、ありがとうございます。